こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。アップルショックを反面教師にする。まあ、売れる商品を探す。売りたい商品を売るのはうまくいかないというお話をシェアしたいと思います。まあ、アップルショック、このようにね、アップルの iPhone が売れなくなったと。これが中国の景気減速の悪影響が現実のも,もとになりつつ、 あるという証拠だということでね、アップル株に売り注文が殺到。えー、これをもとにまあ株価安くなり、まあ、円高が進んだというような、ね、出来事が年明け早々ありました。まあ、ただ、アップルショックって別に iPhone が売れなくなったのは、ねえー、そもそも売れるものをアップルが作ってないと、ねえー。だって使ってみてつくづく思いました。 え、売れないものをただ儲かるからと作ってもね、それは消費者にショップを向かれるのは、ソップを向かれるのは当たり前だなというね、えー、ことをつくづく痛感してます。ね、なぜなら私はこの1 r を買ってね、いや、これ使いにくいねというのをね、えー、実感してるためです。でかすぎ。で、欲しいモデル、iPad mini 4。 開発せず、古いまま売ってると。iPhone SE、ね、発売中止と。これね、まあ、本当に Apple のこの商品開発ってどうなってんのという感じなんですけど、もう iPhone 売れなかったため、そうそう。 いつもね、この後付けでいろんな理由出てくるんですけど、これね、あの、専門家の解説っていうのは全部適当なんで、まあ、毎度のこと後外れのね、解説だなと。売れなくて当たり前のね、アップルの iPhone が、まあ、売れなかったからって言って景気減速関係ねえだろうという気がするんですけど、まあ、それはともかく、ね、アップルの、えー、iPhone 10 r をつく使って見て思ったこと。ね まあ、売れねえの当たり前だなと思ったってことですよね。買って2ヶ月半です。で、これ日本で、まカバンとかリュックに入れて持ち歩いてた時には、それほど気にならなかった大きさとか重さ。海外旅行に来て手軽に散歩しようと思った時、あるいは、ね、地図アプリ見ながら、こう、確認しながら、どっか行く時、もうすんごい邪魔臭いなと思いました。痛感しました。で、まあ、 心、これ,これみんなどうやって持ってんのかなと思うとね、iPhone X を持ってる人は、みんなだいたいカバンに入れてる人は手ぶらですけどね、いたいあの、今、オークランドにいるんですけど、旅行者多いんで、そうするとね、みんな手で持ってるんですね。今までの、10以前のね、え、7とか、え、6ぐらいの、え、iPhone だと、基本的にポケットに入ってて、え、見ながら、ね、見て確認しながら、こう、 こっちかって感じで行く人が多かったのが、今やもうずっと手に持ちっぱなし、見ない時でも手に持ってるしかないと。なぜならポケットには入らない。ね、入れてもすごい重いんで、えー、なんかね、気になってしょうがないで、も手で持ってるしかないと。で、これが何を意味するのか。ね、これ治安の悪い国には売れないと、ね。アフリカにはちょっと売れないと思います。まあ、メキシコでも多分売れない。まあ、南米でも売れないと。こんなでかい iPhone 手で持ってね、 南米アフリカの都市を歩いてたら、もうひったくってくださいと言ってるようなもんです。まあ、電話だけひったくられて済むならいいですけどね、まあ、もっと悲惨なことになる可能性が高いです。で、なぜそういうことを考えなかったのか。ね、南米とアフリカ、メキシコ市場は、まあ、人口も多いし、まあ、でかい市場だと思いますけど、もうそこで売るのはもう初めからこれは無理と、ねえー。それ売れないモデル作ってどうすんのかなと不思議な気がします。 ま、それで私もね、もういよいよもう iPhone X、ん ?X じゃないか、10R。ま、ちょっと邪魔くさすぎるんで、もうちょっとね、え、小さくて軽いモデルに買い直して、ま、この iPhone ね、10R は、ま、娘が欲しがってたんでね、娘にあげちゃおうと思いました。そこで、ね、iPhone モデルの比較をしたんですけど、なんと、欲しいモデルがないことに気がつきました。小さくて、えー 進化しているモデルはないのかなと思ったらないと。ね、なんと iPhone、えー、SE はもう売ってないで。去年ね、iPad mini 4を買った時も、まあ、随分古いモデルだなと、ね、思いました。2015年、まあ、3年以上前のモデルですからね。まあでも、ね、使いやすい。もう画面の大きさといいね、えー、もうこの、えー、弁当箱のやつで蓋してね、こうそのビデオを見たり、えー メールをチェックしたりするのにもう本当にこれは都合がいいんで、まあ、チップが古いのはね、目をつぶって買いました。もし iPad mini4 のチップが新しくなれば値段は高くなってもまた買えます。なぜならやっぱね、チップがね、えー、古いと重いんですね。で、やっぱりこの中途半端なこの iPhone XR とかね、そういう中途半端な大きさよりも iPad mini の方が大きさ的にはちょうどいい。50のおっさんの老眼には iPad mini 4の大きさが必要で心地いいです。まあ、そうなるともう電話機は電話とデザリング中心なんでまあ、バッテリーの持ちが良ければね画面は小さくていいと。なんで iPhone SE 進化させるのやめちゃったのかなと。まあ、進化させるのやめたのみならずもう売ってないと。ねで結局画面を大きくしてチップの性能を上げただけで値段も上げて高いものを売りたい。ね で、消費者の欲求は置いてけぼり、ね。値段比較して驚きましたけど、まあ、iPhone 10 s とかね、値段が軽く10万円超えてると。まあ、軽く10万円ってことはもう10万円半ばとかにいってるとことですよね。まあ、こんな中途半端な電話にね、10万円超える金額は払いたくないと。ね、まあ、 アップルのおめでたい考えの人はね、画面でっかくして小さいのが必要な時アップルウォッチ使ってもらってとかってことなんでしょうけど、そのね、そこまでアップルに入れ込むほど魅力的な商品を今のアップル作ってねえんじゃねえのという気がします。な、ま、ん、あ、と言ってもね、まぬけにこれ画面かけてるし、かっこ悪いじゃんと思うのは多分私だけではないと思います。iPhone ね、10の時はまあ絶対買うまいと。 思ったんですけど、まあ、前回のね、ヨーロッパ旅行の時にね、えー、iPhone 5S が壊れちゃったんで、まあ、壊れたってね、えー、バッテリーの、えー、パックが膨らんできちゃってね、画面が浮いてきたんで、これであと何回も飛行機乗るの怖えなと、飛行機乗ってこれね、燃えたらちょっとシャレになんないし、というんでね、捨てちゃったんですね。で、まあ捨てちゃったらね、次のは買わなきゃいけないんで、まあ、せっかくだから、 画面かけてるの気に入らないけど、ねえー、iPhone XR 買いました、ね。ふーって感じですね。そして私と同じようにね、こんな中途半端な、ねえー、はっきりと欠陥商品ですよね。えー、画面のかけ、かっこ悪いったらあれはしないと。ね、で、低価格,格なモデル、ねえー、乗り換えがあまり起こらないモデルは発売を止めちゃうと。ね で、すると、いろんな商品が出てるけど、買いたいモデルは置いてない残念な品揃えになります。ましてやね、昔のモデル使ってる人にね、えー、買い替えを促進するのにウイルスを仕込むと。ね、あの、電池のバッテリーをね、えー、低く表示したり、性能を下げたり、これはっきり言ってウイルスですからね、メーカーが自分でウイルスをばらまいてますっていうのがね、 えー、バレたのは、しかも、えー、バレた当時はアップルの時価総額世界一ですからね。まあ、すごい。相変わらずね、えー、予想外のことをやってくれる会社がね、あるのが、こう、面白いとこだなと思うんですけど、まあ、もといね、まあ、まあ、これはアップルショック。これは景気の原則には関係ありません。消費者が欲しいものを作らなければ、売れなくなるのは当たり前。 まあ、売れないものをね、キャンペーンとか売れてるモデルの発売をやめて、売りたいモデルに誘導すると。まあ、これうまくいけばいいですけど、うまくいくわけがない。だって元の商品そんな魅力的じゃないと。まあ、これは非常に危険で効率の悪いやり方です。まあ、売れるモデルを復活せずに、売りたいモデルを作り続けると。アップルが、まあ、こんな一人よがりな商品作りを続けていれば、今後ますますアップル商品は売れなくなるでしょう。 iPhone X の10は、え、iPhone X のこの X はね、え、10って読むんじゃなくてね、×とかペケっていう印なんじゃないかなというふうにね、思います。まあ、多分、えー、ペケの発売を天気に強い Apple じゃなくなったという記念すべきモデルになるんじゃないかと。Apple s h o クは単に Apple が自爆しただけの話です。Amazon E 室での商品探しも同じです。 え、売れる商品を見つけるのが簡単で効率の良い,い方法。まあ、知れちゃったからとかね、作っちゃったから売りたい商品を、え、どう売ろうかと。そういう売れない商品を売るのはとても効率悪く儲かるのが難しくなるやり方です。アップルの iPhone を反面教師に売れる商品を見つけることに集中しましょう。何突然 Amazon で何という方はね、これ今、Amazon を使って稼ぐと。 いうのをね、教えてる動画で、まあ、いろんな出来事をその、アマゾンでどう稼ぐかというのにね、えー、引っ掛けてとか解説した動画を作ってます。まあ、チャンネル登録して、えー、動画をチェックしてみると、この、今一番稼ぎやすい副業、オーストラリアのアマゾン質の情報がチェックできますんで、この辺に出てくるチャンネル登録をクリックして、えー、情報をチェックしてください。以上、テンバーアカデミー、堀秀夫でした。